こんにちは、池田真子です。はい、今回はユニクロの購入品を紹介していきます。ユニクロの新商品がもう本当に可愛くって、しかも夏でもさらっと着られたりとか、着回し抜群なアイテムが多かったです。あと今回ユニクロの寝具も買ってみたんですけど、それがまためっちゃ気持ちよくって、皆さんにもおすすめしたいので、ぜひ参考にしてください。では発売前からもうずっと買うって決めてたアイテムから紹介します。こちら、マミエクロゴーチのシアークルーネックティーです。でこちらは1990円で販売してたんですけど、5月25日まで1290円で買えます。でカラーは4色あるうちのブラウンです。はい、生地感はこんな感じのサラッとしたシアーティーになっていて、程よく伸縮性もあります。あとこの首周りや手首周りの部分がちょっとね、光沢感もあって、すごい上品な印象で着られます。はい、身長159センチで M サイズを着てこんな感じです。で手前にこういう風にラインが3本入っていて、特にねこの横の部分に内側に入るような感じでラインが入ってくれているので、これによってすごい細見え効果があります。で今 M サイズなので本当にぴったりなサイズ感だと思うんですけど、 S でもうちょっとピタッと着てもいいし、 L サイズでゆったりと着ることもできるし、そのサイズによってお好みの着方ができそうです。はい、ユニクロのタックワイドパンツと合わせるとこんな感じです。こういうベージュと合わせてあげるとすごい色が映えてめっちゃ綺麗です。あと袖もちょっと長めの作りになっていて、若干フレアっぽくなってるのもめっちゃ可愛いです。はい、スカートと合わせると一見女性らしい印象になります。着心地もサラッとしていて、なんとなくひんやりと感じるのも気持ちいいです。あとこういう感じのブラウンのパンツと合わせてあげると一気に秋っぽくもなるので、今から秋まで万能に使えます。でバッグとかで白を取り入れると重たい印象も防げます。はい、こういう風にデニムと合わせると一気にカジュアルな印象にもなります。首周りもすっきりしたデザインで、寂しかったらこうやってアクセサリーとか合わせてあげると一気にまとまりも出るので、もうぜひ買ってほしい1枚です。これはもう高見合いなのと、25日までね700円オフで買えるので、買うなら今です。はい、続いてがこちら、リブボートネックノースリーブティーです。お値段は1000円で、今回7色展開あるうちライトオレンジを選びました。これはもうザ・イエベ春っていう感じの色味ですよね。めっちゃ可愛い。生地はコットンリブ素材になっていて、こんな感じでストレッチ性もあります。でタンクトップでボートネックってね、意外と今までなかったと思うんですけど、首元も綺麗に見せてくれるので、すごい使いやすいと思います。はい、今回サイズめっちゃ迷ったんですけど、 S サイズにしました。ちょっと撫で方っていうのもあるかもしれないんですけど、 M だとね結構この肩の部分が緩く感じたので、ちょっと今回は S でぴったりにしました。はい、丈はへそ下ぐらいで結構スッキリとしてるので、ハイウエストでもローウエストでも合わせやすいと思います。はい、首元はこんな感じです。なんかそんなに飽きすぎないし、スッキリとした印象で着られます。はい、デニムと合わせるとこんな感じです。結構ね肩周りはしっかりと出るんですけど、首元とか背中とかはあんまり飽きすぎないので、タンクトップの中でも着やすいと思います。形的にもすごいカジュアルなコーデにぴったりです。はい、あとはシャツやカーディガンを合わせてあげると結構露出も抑えられるので、すごい普段使いしやすいと思います。で骨格によっては結構このボートネックの形によって肩幅がこう横に広く感じることがあるので、ちょっと真ん中にネックレスとかポイントで持ってきてあげるとすごい着やすくなると思います。はい、こんな感じでワイドパンツと合わせるのもおしゃれです。ウエストにもメリハリができてバランスが取りやすいです。あとキャップと合わせてあげるとカジュアルな印象にも持っていけるし、目線が上に行くので、この横幅の印象よりは縦にこう高く見えると思います。あとはやっぱりこう色味が本当に可愛くって、明るくも見せてくれるし、血色感も与えてくれるような色味なので、華やかな印象になると思います。はい、続いてこちら、エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツです。こちらも今値下げ中で1290円で買えます。カラーはベージュで、こちらは若干落ち着いたようなくすみのある色味です。はい、これは男女兼用のアイテムで S サイズにしました。これゴブソレになるんですけど、女性が着るともう肘下ぐらいまで着て、二の腕はしっかりカバーできるし、体型ももちろんカバーできるし、リラックスできる T シャツです。首元はこんな感じでちょっと詰まったクルーネックになっています。こちらはもう着心地が本当によくて、サラッとしてるので、なんか暑苦しさがないのがいいです。はい、こちらの T シャツは前だけインして着ると重すぎる印象を防げます。はい、あとはもうゆったりとしたパンツと合わせてカジュアルに着るのも可愛いです。もう今何の締め付けもないコーデで快適です。やっぱり夏はエアリズムが欠かせないなって思いました。はい、次ももうぜひ買ってほしいアイテムです。こちら、
ウルトラストレッチエアリズムワンピースです。こちらお値段は2990円で5色展開のうちオフホワイトを選んでいます。これもエアリズムの生地感のワンピースなんですけど、もうさらっと着られるし、シルエットもめっちゃ綺麗なんですよ。全体で見るとこんな感じです。で、生地もさらっとしていて、でストレッチ性もあるし、あとシワになりにくいっていうのもおすすめポイントです。はい、今回 S サイズを着てこんな感じです。ちょうど足首周りがすっきり見えるぐらいの丈感です。見てください、このシルエットめっちゃ綺麗じゃないですか。まず肩周りがちょっと広めの作りになっているので、まあ、下着とかインナーも気にせず着られます。で、首元すっきりしているし、特にここ、このウエスト周りになんかね、くびれができる形になってるんですよ。で、よく見るとちょっとね、こう内側に入るようにラインも入っていて、これがまた細見え効果になってます。このフレア感もちょうどよくてめっちゃ綺麗ですよね回りたくなる。で、後ろもそんなに背中が空いてないのですごく着やすいし、こういうワンピースって普通はこうファスナーがついてたりとかボタンがあったりってすると思うんですけど、これはもうストレッチ性があるので、もうスポッて簡単に着れるんですよ。なので着替えがなくっていうのもすごい助かります。で、これ1枚で着るとちょっと首元が寂しい気もするので、ネックレスを合わせてあげるとすごい綺麗に着れます。あとこういうタイプだと縦のラインがすごく強調されて細見えもするし、はい、こういうカーブのタイプだともうちょっと柔らかい印象になります。はい、1枚で着るとすごい上品な印象だったんですけど、ここにカゴバッグとかを合わせるだけで一気にリゾートっぽくなります。で、これエアリズムなので生地が本当にサラッとしていて汗も乾きやすいし、あとちょっとこう肌に当たった時もひんやりして感じるのが気持ちいいです。はい、こんな感じでパンプスとかカーディガンと合わせても綺麗に着れます。はい、こんな感じでキャップやスニーカーと合わせてカジュアルにも着れます。このエアリズムの生地感が上品にも見えるし、スポーティーな感じにも持っていけるので、これ本当に使いやすいです。はい、中にシワシャツを着込むとこんな感じです。ちょっとこうするとね、この肩幅の広さが強調される可能性はあるんですけど、でもまだ違った印象で着られます。はい、あとはね、ちょっとまだ早いんですけど、秋とかになってきたらもう上からスウェットとか着ちゃって、もうスカートとして履くっていうこともできますね。で、注意点としては裏地がなくってインナーが透けることがあるので、中にインナーワンピースとか着るのがおすすめです。はい、次は最近また高見えの可愛いバッグが出て紹介します。こちらレザータッチワンハンドルバッグです。これがお値段2990円です。で、カラーはブラックとこのブラウンがあって、もう店頭でもね、見てると次々とお客さんがこうチェックされてました。これはもう本当に売り切れも早いと思います。素材はこんな感じでちょっとねエンボス加工があって凹凸感があるのが可愛いです。で、ラウンド型になっていて、マチもね意外としっかりあります。はい、中はこんな感じで、このバッグ自体深さがあるので容量はね見た目以上にあります。で、こんな感じで内ポケットも2つついています。で、このバッグ自体も実際持ってみるとなかなか軽くって、で、しかもこの持ち手の部分も幅が広いので肩にかけても疲れにくいです。で、さらに嬉しいのがこれハンドルがね細かく調整できるようになっているんですよ。こういうボタンのタイプになっていて、ちょっとまず一番短くしてみます。はい、一番短くするとこんな感じです。一番短くしても肩にかけれるぐらいの長さで、これぐらいだったらね、このバッグの位置が上がるので重さも感じにくいし、この重心が高く見えてスッキリとした印象で持つことができます。手で持っても全然下にすれないですね。次、一番長くしてみます。はい、一番長く持つとこんな感じです。これぐらいだったら斜め掛けもできる長さです。で、これラウンド型になっているおかげで、こういうふうに斜め掛けした時も体にフィットしてくれるので、こうバッグ自体だけこう浮く感じにならないのが嬉しいです。かわいい。あとはこういう金具の部分が全部マットゴールドになってるんですよ。こういうのももっと高見えポイントですよね。はい、では実際どれぐらい入るのか、ちょっと物を入れてみます。こちらのマイボトル、サングラス、ミニ財布、ポーチ、日焼け止めスプレー、これ入れます。はい、こんな感じで全て縦で収納することができました。これ本当に大容量です。はい、こんな感じでもちろんファスナーもしっかり締まります。はい、この状態で肩にかけたりとか斜め掛けをしても、やっぱりねこの幅が広いおかげで全然肩が痛くならないです。まだ全然ゆとりもあるので、スマホやリップとかも収納できます。あとはちょっと大きめの水筒とか長財布も横向きに入ります。なので普通の 500ml のペットボトルとかも入りそうですよね。
結構中身が軽すぎると私みたいにね、こうなで型の方はこうやってしてるとね、すぐにストンって落ちてきてしまうと思うんですけど、ちょっとある程度荷物を入れて重りがあると、はい、こんな感じでね、下にこう重力がかかってくれる分ずれにくいです。色味的にもオールシーズン使えるカラーだと思うので、これはもう見つけたらぜひゲットしてください。これはもう本当に売り切れ注意です。はい、ちょっと最後ね、おまけで寝具も紹介します。まずこちらエアリズムの敷きパッドなんですけど、今値下げしてて2990円で買えます。1000円オフで、これ生地がねすごいサラッとしてて肌当たりもいいので寝心地がめっちゃ気持ちいいです。あとなんとなくちょっと厚みがあって、なんかその分なんかクッション性というか、なんて言うんやろ、このちょっと中に綿が入ってるような感じ、なんかこれもまたすごい気持ちよくって、寝てる時にねこう動かすと素肌が当たっても全然こう違和感なく、なんかスルスル寝れるんですよ。スルスル寝れる。やっぱり寝てる時も敷きパッドに毛玉があったりとか、ちょっと長く使って生地がゴワゴワしてたりとかすると、なんかこう寝心地に影響しないですか。でもこちらは毛玉ができにくいし、本当にサラッとしているので、寝ている間にもう気持ちいいってなんか感じるんですよね。最近はひんやりするタイプとかも販売されてて、そのレベルとかもいろいろあると思うんですけど、これは肌当たりはひんやりはしてるんですけど、そんな冷たいとか寒いってなるほどでもないので、なんかそれがすごいちょうどよくって長く使えるしいいなと思いました。ちょっとまだ買ったことない方は一回試してほしいです。でもう一つあるんですけど、こちらエアリズムの枕カバーです。でこちらも今値下げしててお値段が790円です。カラーは5色展開のうち、こちらナチュラルです。でこれもねエアリズムっていうことで、本当に生地がサラサラでなんかね滑らかなんですよ。これもめっちゃ気持ちいい。あとこの生地も毛玉ができにくいので長く使えると思います。このカバーも汗や湿気をこう吸収してすぐ乾いてくれるので、汗をかきやすい夏とかでも使いやすいと思うし、あとこうちょっとね肌当たった時にひんやりとして感じるので、それがまた気持ちいいんですよ。サラサラで滑らかでひんやりみたいな感じでも寒すぎないっていうのがちょうどよくって、これも790円で今買えるのでぜひゲットしてほしいです。あとどちらも洗濯できるし、シワにもなりにくいです。これはもう本当に想像以上に良かったので、ちょうど夏に向けてシングのカバー変えるっていう方はね、このタイミングでゲットしてみてください。はい、ということで今回はユニクロの購入品を紹介しました。今回紹介したアイテムはなんかタイミング的にも値下げしているものが多かったりとか、あと人気なものはやっぱり売り切れも早いので、ぜひ店舗だったりとかネットでもチェックしてみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田真子でした。バイバイ。